ワシントン・ウィザーズは、アメリカ合衆国ワシントン DC に本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム、イースタン・カンファレンス、サウス・イースト・ディビジョン所属。チーム名は1997年まで、バレッツ、弾丸であったが、銃社会が批判にさらされる風潮の中、イメージダウンを招くとして、ウィザード、魔法使いに変更された。 ギルバート・アリーナス・ジョン・ウォール・ブラトリー・ビール2019年のドラフト全体9位でゴンザが大学の八村類を指名。八村はドラフト1巡目で指名された史上初の日本人となった。2020年12月、ヒューストンド・ドケッツのラッセル・ウェストブルックと1巡目、指名権との引き換えにジョン・ウォールを放出した。2020年の NBA ドラフトでは全体9位で、 イスラエル出身のデニア・アブギアを全体37位でチェコ出身のビートクレイチーを指名した。クレイチの指名権は後にオクラホマシティサンダーのカシアス・ウィンストンとトレードされた。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した選手、在籍時に MVP を獲得した選手、 偉大な50人はシントンウィザーズのチーム記録。ありがとうございます。